ミーキャンプ。車は使わず電車やバス、歩きでキャンプ場に行くミーです。今日はお昼ご飯を作りながら薪をくべてます。まだお昼ご飯できてないけど、15分に1回ぐらい、100メーターもない距離だと思うんですけど、全力疾走します。行くたびに聞いてて激沈です。また走ってサイトに戻る。始めた、はあ、また鎮火。薪が針葉樹っていうこともあって燃えやすい薪なので結構大変でした。広葉樹ならじわじわと火ついてくれそう。ドラム缶一つで一つの薪がついてきます。お風呂全然温まらないので先に焚き火を始めます。残り少なくなってきちゃった。やばい、もうこれがさ、ボロボロになってるんだけど、あ、こっちにもあった。気持ちを強く強く使わない。いけると思えば何だっていけるんだ。最近くじけそうな時が多いので自分で言葉発して励ましてます。この薪同士が触れ合うカランコロンって音がめっちゃ心地よい。少し異変がありました。なんかここだけ雨降ってるんだけど、木から伝ってるからかな。空の真下にいるのに雨は来ない。頭の上にだけポッツンポッツン水滴が落ちてきて、なんか温泉の水滴みたいで嫌なので帽子をかぶります。串を忘れたのでこの日はフォークで髪を溶かしてました。マルチドグリルを出して揚げ物をしていきます。今日は五右衛門風呂に時間取られるかと思ったので、サクッとアジフライとイカフライ。時間がないので揚がったものからいただきます。アジフライも8枚とか入ってたので食べる分だけ持ってきました。コールスロー忘れてきちゃった、あの野菜たち。ドレッシングはしっかり入ってたんですけど、コールスローは優しい緑なので目に良すぎて忘れてしまったのかもしれません。揚げ物三昧ですが、最近は毎日青汁飲んでるのできっと大丈夫。いただきます。緑のイカかアジ。揚げ物は滑りがいいので落としやすいです。注意。タルタルソースも持ってきた。醤油かけたい。突然の大雨降ってきた。突然すぎて虫もびっくりしてテントの中に逃げようとしてきます。刺してくるくせに人ん家で雨宿りなんて虫が良すぎます。ちっちゃい虫たちが大丈夫ですけど、君たちは水に弱いのに濡れようとするなよ。そんなコテージの下とか雨宿りしてほしいのに、わざわざ人がいるところに来るのなんでだよ。熱持ってるからか。一通り上げた後の雨でよかった。揚げ物は基本的に何もつけずにパクパク食べれますが、量が多いと
醤油をかけたくなったり、ソースをかけます。ここのキャンプ場の名前は森がつくので、そのぐらい広いんですが、その中で私一人です。なので誰の声も聞こえないし、虫か幽霊の声ぐらいしか聞こえないと思う。タルタルソース、細くてスマートなのはいいけど、全く開かないので食べれなかった。イカフライって昔から大好きなんですけど、昔お母さんが油跳ねるから嫌だっていつも言ってたのを思い出しました。イカフライは特別油が跳ねるらしい。家のやつだと衣というよりはもう少しイカが見えてて、なんかカリッとしてた記憶があります。ちょっと森林光のおかげでやってこなくなった。あーってやると白い息出るぐらい寒いなんて。不思議だよね、森林光必要なのになんで白い息が出るの。おかしくない。森林粉を使うのは通常夏なのに、なんで白い息が出る、秋冬にもまだ使ってるんだよ、今年はおかしくないかっていうことを言いたかったみたいです。そろそろたい焼き君の出番じゃないか。ちょっと潰れました。たい焼きじゃないかこれ。あっ、水が、火だと思ったら水が上から落ちてきた。焚き火でたい焼き焼けました。思ったより美味しいです。冷凍たい焼きなのでクーラーボックスの中ですでに解凍はされてましたが、とっても美味しい。雨降って森に一人ぼっちの私にとっては、とっても癒されるたい焼きです。たまに甘いものとハイボール合うのって質問いただきますが、合わないものない気がする。焼酎だったら合わないけど、きっとウイスキーだったら合うものの方が多いので、ハイボールは何でも合うと思う気がするだけなので、もしこれはハイボールと合わないよっていうのがあったら教えてください。逆に試してみます。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。闇が深すぎて、うわ電気ついてる。さすがにちょっと怯えてきた。怯えるな、私一人しかいないし。うわ、あ、あったかくなってる。次来たらできそう。暗闇を何度も行くのが怖いので、一回行って一点集中で火に薪をつけます。あー煙、あったかい。薪の温度がまだ低いからか、お風呂に入ってても煙たくて目が痛いんです。煙、めちゃくちゃ煙い。これまた大誤算で、思ったよりも暗い。こ
ここにライトがなかったので私のライト持ってきたんですけど、それでも及ばなかった暗さ。やっぱりどこもライトがついてないと、私のライトだけじゃ力不足でした。星見れたら最高。道路からドラム缶見えて、誰が入ってくるかわからないので一応中上には T シャツを着てます。ワンピースです。さすがに暗すぎたなと思って手持ちライトやってる。こういう時に誰かもう一人いると楽だなと思います。一酸化炭素中毒になっちゃうよ。実際の中身はというと、ちょっとぬるい感じ。まだ熱々ではないですが、気持ちいい。熱くなってほしいなと思って薪をくべて自分で言っての繰り返しをしなければいけないのが結構大変。これが一人の辛さだ。体感温度35度ぐらいのお湯これ以上あったかくしたいと思って薪を追加するんですけど、そうすると煙たくてもう目が痛くなるし、どうしていいか分かんなかった。こんな時に限って画面の真ん中に水滴がついてます。でも私暗すぎて気づかなくて、もうほくろみたいになってるじゃないか。その子が入ってます。シミュレーションして行ったのですが、やっぱり一人じゃ無理なんかな。眠れそうなぐらい気持ちよくなってきた。これどうやってやるのが一番効率的か、もし分かる方がいたら教えてください。一人で五右衛門風呂にまた入りたい。体温は少し下がってしまったけど、気持ちよくってドラム缶で眠れそう。本気のうとうと。教室の中で苦手な科目の授業を聞いてる時ぐらいうとうとしてきた。もう寝れそう。さすがにドラム缶で気失ったら溺れちゃうので一旦上がります。先ほどのシャワー室で体だけささっと洗って戻りました。髪洗っちゃうと髪乾かなくて風邪ひいちゃうので、頭からザブーンとは浴びませんでした。顔は何があっても洗いたいので、冷たい水道水だけど心して洗います。白塗りのっぺり登場です。これ私の顔ではなくマスクをしています。パックか。パックしながら薪を置いてるのはちょっと異常事態かもしれませんが、まあ一人だから誰かを驚かせるとしたら動物ぐらいだと思います。この日寝て夜中の1時ぐらいにガサゴソするなと思ったら、生ゴミ何かに食べられてました。私が落とした瞬間すぐ起きたので何もなかったのですが、気づいたらゴミ袋に穴が開いてて、あーやられたって感じでしたが仕方ない。テントに少し隙間があったのが動物が入ってくるきっかけになってたので気をつけます。動物系は2年前のイノシシ以来出会ってなかったので、久しぶりに動物いたんだってなりました。
ちゃくちゃ寒かった。日陰で森に囲まれてるから太陽の日陰という日すらないんじゃないかっていうぐらいの寒さ。実際このキャンプ場に行ったのが10月上旬なんですけど、標高が高くてとっても寒かったです。ボギラッと間抜けな顔で歩いてるのは灰捨て場を探しています。丸太椅子みたいなのがあったので座ってみました。景色最高です。とりあえず朝ごはんの準備です。今日もマルチドグリルを使っていきます。魚の蒲焼きが大好きで、今日の朝はイワシかサンマの蒲焼きです。確かサンマです。骨がなきゃどっちも好き。魚2匹分なのでかば焼きだけど、朝から健康な気がする。湯煎したからかもしれないけど、パックご飯の底面熱い。かば焼き丼、朝からスタミナ丼です。一口ずつちゃんとこうやってな、お米とおかずを1対1で食べ進めていきたいです。パックご飯だと簡単だけど、丼とかこうこんもりしてるのは結構食べるの下手くそで、ご飯が余っちゃったりしちゃいます。最近やってみたいなってことがあるんですけど、まあ多分できない。一人でキャンプして2泊3日ぐらい港湾キャンプ場に何にもしないでだらーっといてみたいです。なんか結構港湾キャンプ場そういうのがすごい楽しいらしくって、1泊2日で行くにはもったいないから、行きたいけど徒歩だと温泉行きづらいし、なんかいろいろ大変なんで、いつか車乗れるようになったら港湾キャンプで2泊3日過ごしてみたい。お魚も最終局地に入りました。今回はいつものキャンプ場より大きいからか本当に怖かった。怖いレベルがちょっと尋常じゃなかった。お嬢様でした。体が冷えてる。食べたのに体が冷えるという謎現象が起きたので精一杯動いてみます。もも上げヒック。めちゃくちゃ寒い。ここで寒さ痛感して、次のキャンプから手袋持っていくようになりました。早送りで撤収お届けします。ランタンハンガー最後まできちっと閉めるとまた開かなくなっちゃうので、ちょっと緩めにするようにしました。改めて森の中にいるってだけでとっても癒された。毎日いると外に都会に出たくなるし、本当ないものねだりなんですけど、本当はこういう田舎でずっと暮らしてた方が心穏やかなんだろうなとかいつも思ったりします。最近息抜きを見失ってまして、ココアを飲むことはするんですけど、ココア飲むこと以外に皆さん何かふとした息抜きとかありますか？もうってなっても私はお風呂入って一旦リセットしないと何にもできなくなるので、皆さんの仕事の合間の息抜きとか何でもいいのでコメント欄で教えてくれると嬉しいです。バイクの教習自分で始めるって始めたんですけど、あんまりうまくいかなくて精神的に参ることもあります。教習ごときでってきっと思う方もいるかもしれませんが、もう編集よりも仕事よりも何よりも苦手なのが今教習です。だから毎時間受けるごとに補習になるから、本当にね、心があってなるんですけど、まあ仕方ない、できないからって言い聞かせてやり続けます。
免許取ってもすぐにバイクを買う予定はないです。というか都内でバイクって駐車できんのかなっていう不安があるので、マンションに確認しなければいけません。卒業までまだまだほど遠いので、皆さんから教えてもらった息抜きとココアを飲んで頑張ります。すみません、蜘蛛の巣さん切らせてもらいます。息が白い。上り坂だからか足がペタペタしてますね。うわめっちゃ滑る。アスファルトに苔が生えるぐらいなので、少し地面が滑りやすい。苔がたくさん屋根に乗ってる、びっしり。苔の屋根って見た目かわいい。ペグでかい。全然滑るな。やばい、マリシダグリルが抜ける。木の幹にカートが引っかかってバランス崩してしまいます。あ、手が欲しい。画面では伝わらないぐらい地面がデコボコで、誰かに手を引っ張ってもらいたくなる。段差がたくさんあるので息切れしてしまいました。高いところ怖いのに滑るのはもっと怖い。登山靴で滑るのはよっぽどだと思います。道を通り管理棟へ向かいます。暑い。気温が高いのか冷や汗で暑いのかもうわからない。お日様も大きくていい感じです。管理棟にゴミ袋を出しに行きます。ゴミお願いします。ゆっくりできましたね。はい、でもありがとうございます。ちょっと昨日だけなんか獣がなんか生ゴミが当たられてて、それだけなんかいたかなぐらいで大丈夫でした。本当ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございました。6分ある。6分。水飲むか。うわーすごい綺麗、奥多摩雪だね。バスに40分ほど揺られて奥多摩駅に向かいます。飲み物の土台が赤い部分だと思ってホットだと思いましたが、全然違ったので2本買いました。最終的に最初に飲みたかったココアも飲めて大満足です。うん、甘い。とっても染み渡る。
最近ココアは1日3杯までに制限しています。制限しないとグビグビ飲んでしまうから。皆さん、五右衛門風呂は入ったことありましたか？もし入って一人でもこんなコツあったらうまくいくよっていうのがあったら教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。いつもありがとうございます。またね。